私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。本日は機械ソサエティから3キャラ、毒神ねリルカ、宇野花烈、ロリの転生行ってみたいと思います。準備はいい？良いですよ、転生。準備はいい？あ、すごい。音が。こんな年なんだ。あたしに勝とうなんて100万年早いわ。全開でいくわよ。いくわよ。こんなもんね。さあ、技ゲージ云々言ってもレベルまです。特別抽選も終わってます。行きましょう。宇野さん非常に使いやすいですね、このキャラね。行きましょう。お静かに遊びましょう。お雪なさん、今日は特別ですよ。ご覧なさい、降り注ぐ世界よ。残念です。楽しいお祭りでしたね。もうレベルまで特別抽選も終わってます。遊びましょう。ロリ、遊びましょう。普通か。反対にしちゃった。キョウさん、目覚まりかねよ。必殺。邪魔するやつは粉々に消し飛ばしてやるわ。くらえ。邪魔者は消してやったわ。楽しそうね。さあ強化していきましょう。ソウルツリー、待って、このさ段階で創生力減ってるね。減ってる。いや6と5って、いや転生前後って取っといた方がいいんかな、ちょっとわかんねえな。まあロリからいきましょうか。許可。
必要な素材。能力解放。せっかくだから15まで上げていこうか。ロリは強攻撃クールタイム 12% 短縮に、やけど時全ダメアップ 20% がつきましたと。で今回はあらかじめまとめておきました。新しい能力としてはパッシブスキル体力最大時全ダメ 20% アップがついたのと、強攻撃ダメージプラス10つきましたね。それ以外は据え置き。無所属のダメージ経験なんてあった？まとめたとか言ってたのに。あー、あるのか。絶対に届けるわ。誰の命と引き換えにしても。かわいいよね。はい、次行きましょう。ルナさん、必要な素材。よろしく。もうリンク15まで上がってますね。宇野花さんは、新しいソウル特性は氷結時全ダメ 20% アップ。それ以外はパッシブスキルは今までアビリティであった敵ガード無効がパッシブスキルに入っておりますと。で強攻撃ダメージ 10% アップ。あとは心属性死神への状態上確率アップが追加となってますね。あんまりでも使わねえかな。宇野花さん、ロリ余ったりしてるかな。もう全部売っ払っちゃってっか。機械はどの辺だ。まあ、いやごめん、そこへは後で確認しよう。で、宇野さんはそのところですね。最後リルか。準備はいい。一緒の素材。リルかよ。さあリルカも15まで上げましょうか。はい、リルカは火ダメ 16% 青に強攻撃クールタイム 10% 短縮。あとはパッシブスキルに通常攻撃範囲アップ 20% がついたのと、通常強攻撃必殺技 10%10%10% ダメージがかかってますね。元祖技の臨機応変獲得数プラス5のリルカでお世話になった人も多いんじゃないでしょうか。そっか、行きましょう。ノアさんここ見てなかった。誰しも胸に秘めた思いが一つくらいはあるものでしょう。お美しいよね。そしてリルカ。準備はいい？せっかく用意したんだからいらないなんて言わせないわよ。どれもイラストに気合い入ってますよね。すごく素敵だと思います。っていう3キャラですね。
まあ、絶対ゲットしなきゃいけないキャラはいないかな。今後重宝しますっていうリンクはないので、まあ、好きならばゲットしましょうといったところですね。まあ、特に可愛いですね、みんなね。野葉さんはお美しいってとこですけども、非常にいいんじゃないかなと。まあ、ロリとかは本当、プレイアブルが少ないんで、ぜひゲットしていただければと、個人的には思います。はい、今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。